ピッチは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第6節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。ヘッドでパスを送る。ドリブル。合わせた。シュート。これはゴールキック。ふわっと上げる。さあここからどう攻める。華麗なドリブル。取り損ねた。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。出た。いいボールですよ。一進一退。ファイト。前半終了まであと5分。いいパスだ。つながりません。前半戦終了。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後も試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。繋がればチャンス。さあここからどう攻める。これはファールです。壁を作ります。コーナーキックです。一旦戻す。さあここからどう攻める。
さあどちらがボールを支配するのか。よく前を見ている。さあここからどう攻める。シュート。主審笛を吹いた。壁の選手が揉めているんでしょうか。後半25分、キラーパスになるのか。ちゃんと狙って打ってほしい。これはちょっと危険なプレーでした。センターバックがチームメートに喝を入れます。ゴール。マーベラス。スーパービューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。スロー VTR でご覧ください。リードを守りきれるか。呪詛を解き放つようなドリブル。スペースを使う。これはゴールキック。シュート。これはゴールキック。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。1点差というまさに白氷を踏むようにして勝利を挙げました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。実に素晴らしい試合内容だったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。